ソフトバンクから海外 FA 権を行使して大リーグ移籍を目指す千賀滉大投手29の獲得にドジャースが動く見通しであることが11日日本時間12日分かった。ド軍は3年ぶりのワールドシリーズ制覇に向け、さらなる先発投手陣の強化が不可欠。移籍情報サイトでは、契約額は総額100億円以上と予想されており、争奪戦は今後ヒートアップしそうだ。丸、名もなき公立校からプロ球団の育成契約。チームのエースから NPB を代表する投手となり、ついに MLB に挑戦。千賀投手も漫画の世界を現実にした選手です。ドジャースは過去に日本人投手が多く在籍した球団ですし、ワールドチャンピオンも狙えるチーム。まさに千賀が望む大都市の強豪球団だ。大リーグ専門局 MLB ネットワークのジョン・モロシ記者が自身のツイッターで、ドジャースは現在 MLB 球団との交渉が可能な千賀に興味を示している球団の一つと伝えた。不安要素も確かにあるが、山本由伸と並ぶ NPB のエース、 MLB 進出は自然の流れと言えるでしょう。コンディション的に1年通してどのくらいのパフォーマンスができるか。夏以降、秋にかけてガクンとどうしても落ちてしまう。ドジャースならプレーオフ争いも普通だけど、その中でしっかり存在感示すことができるか。投げるボール1球1球はもう MLB 先発ローテ級。前日に全球団との交渉が解禁となり、千賀はすでに米国入り。ジョエル・ウルフ代理人は8日、移籍先について、大都市に行き、強いチームに行きたがっている、と代弁していた。全米第2の都市ロサンゼルスに本拠を置き、今季レギュラーシーズンで両リーグ最多の111勝を挙げたド軍は条件に合致する。大谷と比べるとフィジカルに多少の不安はあるし、年齢的にも伸びしろは期待できないが、その分のあまりある実績があるから怪我しなければ10から15勝は固い。初年度は研究対策が甘いので、体調万全ならメジャー在籍時の一番の勝ち星を挙げるだろう。久しぶりに期待できる投手のメジャー挑戦、というか実績を重ねてこそ挑戦だと思う。ド軍は直近の10シーズンで9度のなリーグ西地区優勝と3度のリーグ優勝を遂げたものの、この間ワールドシリーズ制覇は20年の一度だけ。今季は地区シリーズでダルビッシュを擁する同地区のパドレスに1勝3敗で屈した。米球界関係者は、チームの課題についてポストシーズンで相手のエースと投げ合って勝ち切ることができる高いレベルの投手が必要と指摘。最速164キロの直球とお化けフォークを駆使して相手打線を圧倒する千賀は、ド軍にとっても喉から手が出るほど欲しい存在だ。V 千賀投手にとっても良い球団から声がかかったなと思います。滑るボール、過酷な移動、本人の怪我など不安材料はたくさんありますが、体調万全であれば MLB でも通用することは間違いないと思います。米移籍情報サイトトレードルーマーズは、今オフ移籍市場の大物選手の契約額を予想し、千賀は5年総額7500万ドル、約105億7500万円と分析。投手では18、19年サイヤング賞のデグロム、メッツから FA、今季3度目のサイヤング賞が有力視されるバーランダー、アストロズから FA、らに次ぐ4番目の大型契約と予想された。志賀は17年 WBC の米国との準決勝で、大リーガー相手に2回を投げて5奪三振。1失
転して敗戦投手になったものの、その名を米球界に知らしめた舞台が、ド軍の本拠ドジャースタジアムだった。17から20年にソフトバンクを4年連続日本一に導いた右腕が、ド軍の3年ぶり世界一の使者となるか。挑戦に対してどのような理由があろうとも他人が口出しする権利はない。血が出あれば怪我さえなければ10勝は固いと思うし、ほぼ速球とフォークでどれだけ通用するか見てみたい。ただ向こうのハードなスケジュールとボールストライクゾーンにどれだけ対応できるかは本当に蓋を開けてみないとわからないですね。日本人でも育成から這い上がって100億円規模の契約が結べるって本当に夢を与えていると思います。個人的には千賀選手はメジャーでやるなら先発の駒が揃っているチームが良いのではないかと。日本でも先発ローテでフル稼働できなかった年が多いし、体がついていかない可能性があるから、リリーフにすぐに配置転換できるチームの方が長く働けると思う。ドジャースの今季投手陣4投手2桁勝利も PS では1勝のみ、ドジャースは今季17勝で勝ち頭の左腕ウリアスを筆頭に4人が2桁勝利をマーク。しかし、ポストシーズンで白星を挙げたのはウリアスのみで、それも5回3失点と苦しい内容だった。4人のうち FA となったカーショーイコール写真 AP イコールは年俸2000万ドル約28億2000万円の1年契約で再契約に合意間近と米メディアで伝えられており、アンダーソンも1年契約での残留が予想されている。ジャイアンツなど複数球団興味示す血がについてはドジャース以外にも多くの球団が興味を示している。ジャイアンツの地元紙サンフランシスコクロニクルは、自軍が自チームから FA となった今季14勝の左腕ロドンの再契約を目指すとともに、千賀を獲得候補に挙げていると伝えた。他にもマリナーズ、ブルージェイズ、メッツ、パドレス、カブス、レンジャーズなどが争奪戦に参戦する見通しが報じられている。ホークスファンとしては寂しい限りだけど、MLB は千賀の長年の夢だったし、これまでの活躍に感謝しつつメジャーでも応援したい。ドジャースの高い評価に千賀本人も嬉しいと思う。どこに決まったとしても日本と同様の活躍に期待したい。頑張れ千賀滉大。